陸上、日本選手権27日、電化ビッグスワンスタジアム。今回のパリ五輪切符がかかった真剣勝負の最中に、異例のアクシデントがあった。男子1500メートルの予選2組で選手同士の接触があり、22年日本選手権1500メートル王者、飯沢千翔、住友電工、ら複数人が転倒するハプニングが発生した。 まさかの集団点灯劇に会場内はどよめきが起こった。写真、集団点灯のアクシデントも最後まで走り切った飯沢ゴール後は何とも言えない表情に。本来、決勝には予選2組のそれぞれ上位6人、つまり合計12人が進むはずだった。ただ、今回のアクシデントにより飯沢を含む6人に救済措置が取られた。そのため、 28日の決勝では異例の18人で戦う運びとなった。日本陸上競技連盟は6人が救済に至ったいきさつも説明。集団の中でオープン参加のキビリチが飯沢を押す形となり飯沢が転倒。審判長はそもそもの原因が飯沢の進路妨害にあったとみて飯沢を失格とした。飯沢が転倒し、 それに巻き込まれる形で転倒した5選手が抗議を行い、救済されることになった。その後、飯沢が抗議及び上訴。ジュリーは飯沢は進路妨害に当たらないと判断し、飯沢の救済が決まった。決勝では参加標準記録の3分33秒50を突破して優勝するとパリ五輪代表に即時内定する。レース直後、飯沢のコメントは以下。接触転倒は、 しょうがない調子もだいぶ良かった自分もびっくりしている転倒時の状況について接触したキビリチはペースメーカーなので前に行かなきゃという思いも強かったと思うでも押されたのではなく足が絡まっただけ足の状態は擦り傷だけなので興奮してるのでわからないけど何もなけれ